おはようございます。 AM テクニカル分析の時間です。 Forex TV ジャパンの小原がお送りいたします。この番組では前日の値動きを復習した後、今日の為替マーケットの動きをチャートを使ってテクニカルに分析し予測してみます。それではアセンダントの山中さん、解説をよろしくお願いいたします。おはようございます。昨日もユーロドルは堅調な動きとなり、1.4738 レベルと、高値を更新したんですけれども、一方ドル円の方は、藤井新財務省の介入に否定的な発言と、為替に対するコメントを受けて一時90円12銭と、円高が進行しました。ただ90円の、ちょうどから90円の10銭、このあたりにではですね、非常に厚い買いのオーダーがあるということで、その買いのオーダーに阻まれる形でもって、短期筋を中心にした、ドルの買い戻しが、目立つ展開となりました。ニューヨーク市場に入って発表された経済指標自体は、インパクトは弱かったんですけれども、株ですとか、商品市場での、強い動きからも円は対ドル対クロスでの円売りにつながる動きとなっていたようです。私が言うことじゃないんですけれども、財務大臣、あまり為替の水準について、ペラペラ喋るもんじゃないなというふうに思ってるんですけれども、日本の財務省なんですから、為替以外でも、今後ですね、口を滑らせることがないように願いたいなと、思います。それではチャートをご覧ください。ドル円なんですけれども、藤井発言、ニューヨーク時間の経済指標にも、90円の大台をトライできなかったことで、テクニカルには90円台前半でのダブルボトム上のチャートとなっています。週末に向けて大きな材料が出てこない限り、ドル円一旦転換線に向けての、戻る流れになりやすいというふうに考えられるんですけども、この転換線ちょうど91円の72銭にありまして、7月のドルの安値、3度トライして抜けなかったという91円台後半のところですね。そこと、ほぼ同水準ということになります。本格的にそのドルの買い戻しというためにはですね、この転換線を明確に抜けてくるという必要がありますので、目先、特に週末に向けてはこの転換線との攻防というのが注目材料になってくるかと思います。本日はこの転換線、91円72銭をレジスタンスに、サポートとしては90円の70銭というところを見ておくといいかと思います。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。Forex TV ジャパンの小原がお送りいたしました。